ハンサムクロージです。はい、今日はマクドナルドの三角チョコパイを買ってきました。チョコパイ、黒と白2種類あるので食べたいと思います。去年はホワイトチョコが苦手な黒字不安で食べた三角チョコパイ白でも、今年の黒字はホワイトチョコも美味しく食べるよということでね、こことここ合わせてハートでーす。鈴木でーす。あ、こっち鈴木でーす。ね、こうやってハートになるんです。可愛いですね。なんか去年よりも優しい色のパッケージになりましたね。黒開けてみましょう。やっぱこれ毎年食べたいよね。あー、いい匂い、この油の匂いこれはこのまま本当にね食べるものなんだけど、わー、すごい綺麗な三角。切ってみよう。断面を見てみましょう。めっちゃパイの層が、いいチョコの香り、トロッとしてますね。チョコレートも見てるだけでサクサクだな。いただきます。おいしい、おいしい、めっちゃおいしい。今年も変わらず美味しい。パリッパリのサクサクの生地、中の方はね結構ギュッと詰まってて、食べ応えもしっかりあって、チョコクリームもねしっとりどっしり、そんなに甘すぎずちょうどいい感じで非常に美味しいです。うまかった。もうなんかずっと食べてたいこれとコーヒーとかほんと最高ですよね。あったかいしね、今の時期ぴったりだと思います。9ハンサム。次、去年は8ハンサムだったんですけど、今年はどうでしょうか。三角チョコパイ白です。僕の感じ方が変わる可能性がありますね。じゃあ食べてみましょう。あ、ミルキーなホワイトチョコの匂い、いい匂いです。こっちは真っ白ですね。真っ白というか普通のパイかな。綺麗。断面を見てみましょう。なんか切り方が良かったのか、去年よりもなんかこうクリームがたっぷり入ってとろーってしてるように見えますね。美味しそう。割とパイ生地の香りが、香ばしい香りがします。混ざってすごいいい匂い、ちょっと油の匂いもします。じゃあいただきます。うん、うん、おいしい。まず生地はやっぱり黒と同じですね。やっぱりサックサクのパリッパリで、もうほんと美味しい。で、クリームはホワイトチョコがベースになってるんですけど、それより、ホワイトチョコよりも、なんていうのかな、ミルク感が結構強くて、で、香りもね、バニラビーンズが入ってるので、ちょっとバニラの香りもして、ホワイトチョコなんだけど、カスタードクリームっぽさもある感じで、すごく美味しかったです。アーモンドとバニラビーンズの香りかな。うん。こちらもこちらで、コーヒー、あるいはお紅茶が合うな、というふうに思いました。また食べたいな。こちらも9ハンサム。いやー、めっちゃ美味しく感じるようになりました。はい、というわけで2つ食べて、あ、これじゃあ3つですね。ひょいっと2つ食べてみました。どちらも美味しかったです。まあでもやっぱり黒の方がやっぱ僕は好きですね。うん、どっちも美味しかったけどね。三角チョコパイ黒とコーヒーでこの冬乗り切りたいと思います。寒くなってきてますからね、皆さんも体気をつけて風邪ひかないようにしてください。パイを食べて元気に過ごしましょう。ということで、気になる方はぜひマクドナルドへ。アメリカンバーガーも売ってますし、美味しいものたくさんありますので。以上、ハンサムクロージでした。バイバーイ。